慰安婦問題をめぐる日韓合意に基づいて、本政府が拠出した10億円をもとに現慰婦の支援事業を行っている韓国の財団の5とのうち5人が、韓国政府の支援が得らないなどとして、辞表を提出していた子が明らかになり、合意への新しい対応を方、お来月にも示す見通しのムン・ジェイン、ブーラトラ大統領が、財団の活動について、のような姿勢を示すかが、今後の焦点で、慰安婦問題をめぐるおととしの日、合意、基づいて、日本政府は韓国政府が、他市、若い、いやや市財団に10億円、拠出し、財団は元慰安婦の女性や遺族に、援金を支給する事業を続けています。故、財団を運営する日韓関係の専門家な、8の理事のうち5人が、韓国政府に今、辞表を提出したことが明らかになりました。財団は5人以上の理事で運営されるが規則で、辞表が受理されれば活動は停止することになります。辞表を提出し、理事の一人は NHK のと、に、韓国政府は財団の来年度の運営費、計上しておら、政府の支援がなければ、受けられない。話しています。合意に至る経緯を検視、北韓国外務省の作業部会は、27日、外社の意見を十分に集約せずに合意、むす、だなどとする結果を発表し、ムン、ジェイン大統領は、来月にも新しい対応を方、を示す見通しで、この中で財団の活動に、いてもどのような姿勢を示すかが、今後、焦点です。一方で、韓国大統領府の、係者は29日、慰安婦問題など過去の歴、問題とは別に、核・ミサイル開発を続け、北朝鮮に対し、は日本と連携して対応し、